皆さん、こんにちは。キスケです。ということで、まあ、いろんなね、クーラー使ってみた動画とか、ちょっと一段落ついたんで、まあ、新しく追加されたアップデートをちょっと一緒に見ていこうかなと思います。早速見ていきましょう。クーラーかっこいい ということで、見ていきます。お知らせ。まず一番上から見ていきましょう。はい。とびっきりの最強ということで、まあそこそこ使った感想、まあ全然か。まあ、何試合か使ってみた感想は、かなりクーラーは強いキャラクターだと思います。やっぱ属性相性不利無効がね、回数制限ないでしょ。相手にスーパーサイヤ人さえいれば、かなり優秀に働いてくれるんで、まあ、そこが魅力的かなって思いますね。ごめんなさい。で、期間限定ショップセールということで、まあ割引やってますよっていう感じですね。で、ドラゴンボール強大な敵キャンペーン。まだやってるんですね。これ初めて見たときに、時の結晶1000個くれんの?みたいな。すげえテンション上がったんやけど、いつ集まんねんって話なんだ、これ。確かね、強大な敵メダルを、なんか合計300個ぐらい集めないと、徳の結晶1000個もらえないんですよ。まだまだやなっていう。おそらく強大な敵キャンペーンが終わるタイミングぐらいで、まあちょうど1000個ぐらい集まる感じになってんのかなとは思います。マジ遅すぎ。ガシャに合わせてゲットできるようにしとけよ。で、PVP ミッションが、違う、メッセージが増えてますね。俺が宇宙最強だと。まあ、これが増えてるという形になります。で、はい、こいつ。スーパーサイヤ人孫悟空、全開覚醒ということで、まあ、能力ちょっと見ていきましょうかね。まず必殺アーツ。衝撃属性の特大ダメージを与えると。で、必殺アーツの火力が50%アップ。敵の体力が0になった時、体力回復する効果を無効化すると。まあ、踏ん張り無効、プラス射撃アーマーですね。で、メインアビリティ。必殺アーツをドロー。気力30回復。気力回復速度35%アップ。必殺コスト15ダウン。ブロリーに対する必殺用ダメージ30%アップ。で、特殊アーツ。気力30回復。味方のバトルメンバーの数に応じて、次に発動する自身の必殺アーツを強化すると。3人だと10%。2人だと30。自身のみだと50%。うん。なるほどね。まあ、逆転性能が高いっていう感じやね。はい。ブルーかつ劇場版ですね。これは恐ろしいぞ。で、ユニークアビリティ。闘志を込めた拳と。場に出た時、戦闘不能なバトルメンバーがいると、特殊アーツをドロー。発動回数1回。余ダメージ30%アップ。発動回数1回。イダメージ10%カット。発動回数1回。バトル開始時、余ダメージ60%アップ。被ダメージ30%カット。場に出た時、打撃余ダメージ20%アップ。打撃射撃コストが5ダウンと。優秀やな。全開覚醒にしては結構な余ダメージもらってるね。で、バトル開始時、自身以外のバトルメンバーに劇場版が2人編成されてると、踏ん張りが追加と。で、気力回復速度が35%アップ。で、場に出てるとき、敵がアーツカードを使用するたびに、敵に以下の効果を発動すると。気力回復速度30%ダウン。ドロ速1段階ダウン。すげえな。すごくね?敵がアーツカードを使用するたびに、ドロ速1段階ダウン。やばそう。やばそうやな。で、自身が場に出てから5カウント経過するごとに、敵に以下の効果を発動すると。被ダメージ10%アップ、クリティカル発生率10%ダウンっていう形ですね。はい。獲得できる場所はこんな感じ。かなり強そうじゃない?結構ね、結構っていうかもう、ほぼ初期みたいなキャラクターなんで、まあこんぐらい強化しないと使えないっていうのはわかるんですけど、結構やってるね。かなり強いキャラクターだと思います。では、お次。超連戦バトルですね。まあ、コンピューター戦が強くなってから、初?2回目?
なのかなの、超連戦バトル、めちゃくちゃめんどくさくなってますめちゃくちゃめんどくさくなってます。はい、クイックバトルは69回までって感じやね。うん。で次、全力激闘バトル。これもあれやね、コンピューター戦が強くなってから1回目か2回目の実装にはなるんですけど、めちゃくちゃめんどくさくなってます。ただまあ若干緩和されたからね、 CPU の動きも。まあそう考えると、あながち全部が全部否定することはできないのかなとは思うんですが、特攻キャラクターはこんな感じ。はいはい、なるほどね。で、超絶ボスラッシュという形になります。毎日ステージをクリアして、メダルをゲットしようと、うん、いう形ですね。特攻キャラクターは強打な敵で、これよ問題は、これ最強フラグメントコレクション新ステージ追加、劇場版編&レッドとバーダックの専用ユニークフラグメントがついに追加されましたね。どういう性能なのかっていうと、まず、レッドかつ劇場版のフラグメントは必殺用ダメージが 10%、 打撃防御が 35%、 打撃攻撃 35%、 これは強い。ぜひとも最終形態クーラーにつけたい完璧なフラグメントじゃないか。うん、かなり優秀ですね。でこれよ、寝言はほざいてんじゃねえぞということで、まあ黄色のリミテッドバーダックの、専用ユニークフラグメントになりますね。まずスロット1 数値がバグってんのかこれ、なんかのミスか。打撃防御と射撃防御が 35%35%、 そしてスロット2、打撃攻撃と射撃攻撃が 35% ずつで、余ダメージが 40% マジっすかこれ、え、バグこれ、イカれてるよなマジで、やりすぎじゃね。だってここだけでさ 35+40 でしょ、 75% 余ダメージ上がってんだぜこれで。もうあれやん、全開覚醒やん、ほぼそんぐらい強なってるね。で、スロット3、最大が体力 15% アップ、自身が場に出てるとき敵が交代すると、体力 5% 回復、気力30回復、手札が3枚以下の場合ランダムに1枚アーツをドロー。ユニークアビリティ追加やんこれね。えこれはね、ちょっとやりすぎじゃねって思うけど、なんかワンチャンね、今回のそのクーラのガシャにバーダック復刻すんのかなとは思ったんやけど、渋ってきたね。うん、なんで渋るのかは分かんないですけど、まあまた別に復刻すんのかなっていう感じではあるんやけど、このフラグメントはどえらいぞどえらいぞマジで、ガチのイカレフラグメントですね。これも別キャラになるね、間違いなく。まあ、使ってみたいね、早く。っていう感じかな。力の大会について、これも14日、今日か。見ていきましょう。まあ、特攻キャラクターのブーストが変わるって感じですね。今までは、ティア Z で 4% だったのが、まあ、20% になると。めちゃくちゃ増えんな。S が 3%、それが 10% になると。めっちゃ増えるね。ただそのティア Z とかにいるキャラクターがかなり弱くなってるっていう、感じです。はい、だからまあ編成をちょっとね見直そうっていう感じだと思います。まあ今まで力の大会もマンネリ化してきたでしょう。なのとりあえず1000位以内入ればええやみたいな、まあ、上目指してない人はね、俺みたいな人はそういう感じでなーなーでプレイしとったんやけど、まあ、そういうのを考えていかないと厳しいっていう感じか。なるほどですね。はい。で、超軸ラッシュ。うん。交換ラインナップにキャベが追加されたという形になります。で、ティアリストに追加されるのが最終形態クーラとサウザーという形ですね。こんなもんかな？不具合のお知らせ。なんだ？あ、修正した不具合か。ほな、ええわ。
ゲームアップデート、より忠実な再現とするため悟空ブラックのキャラクターモデルを一部変更しました。へえ、どう変わったんだどう変わったのかちょっと教えてほしくない？修正内容、原作再現イベントでストーリーレベルシンク機能が使用できない。更新予定、ウルトラレアリティのキャラクターを獲得できる伝説のスーパーサイヤ人孫悟空をより遊びやすくするために一部ステージのバトル難易度緩和や獲得できるソウルの量を調整したと。はい、え、悟空ブラック気になるなっていう感じですね。うん、まあ僕の一番の目玉はやっぱこれなんで、まあ期待してた分の性能はしてるんじゃないかなって思いました。で、あとはユニークフラグメントね、マジでイカれ腐ってるぐらい強いフレグメントなんで、まあ、バーダック強化待ってた人はさぞ嬉しいんじゃないかなって思います。まあ、今回のアップデートについて思うところがあればコメント欄にどんどん書いていってください。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。